どうも皆さん、終日お疲れ様でした。私の方からまとめと、この集会のまとめと閉会の挨拶をさせていただきます。今日の集会には26の県社保協、それから9の中央団体から134名の参加をいただきました。本当にありがとうございます。ちょっと窮屈な座りになりましたし、また発言時間もですね、しっかり守っていただいて本当にありがとうございました。まとめるというよりも感想的なお話になりますけれども、非常に私自身大いに感動いたしました。本当に全国で素晴らしい活動が展開されているということを確認しましたし、何よりも社保協があってこの国にとって良かったなというふうに思っています。埼玉から報告がありましたように14年間、欠かさず、最近はもう毎月、国庫の問題で大使交渉をしているとかですね、それから岡山も繰り返しの要請と運動の中で6年間据え置きを実現してきたとか、繰り返しませんけれども宮崎、広島の運動、そしてキャラバンで要請を重ねてきた兵庫の運動等々もですね、もしこの社保協の運動がなかったら、またそれと国保という非常に難しい問題で、神田さんの講演でもちょっと理解できなかったっていう部分があった人もいたと思うんですけれども、本当にその複雑な仕組みをですね、しっかり勉強しながら地域の実態に基づいて繰り返し繰り返しの要請を行う。でこの運動なかったら国保料は今日時点でどんな状況になっていたんだと。それから4000億円を超えるような一般会計からの繰り入れが現在も行われていますけれども、多分この繰り入れもほとんどもうなくなっていたんではないかなというふうに思いますし、まさに私たちの運動が実はこの国民皆保険制度を守ってきたというふうにですね、誇りを持ってもいいんではないかなというふうに感想を持ちました。逆に言えば国保は矛盾だらけの制度であります。本来、1957年に皆保険の土台の制度として国保が誕生してですね、まさにその憲法25条を実現する公的な医療保険制度ということで誕生したのが現在の国民健康保険でありますけれども、その国保皆保険が成立した翌々年、昭和34年、1959年の、厚生白書、今厚生労働白書ですけれども、当時は厚生白書にはですね、言葉は正確ではありませんけれども、皆保険ができたことで、国民の健康を守る砦ができた、心から厚生省の担当者が誇っている。ね、で、また、当時というか70年代から80年代ぐらいまではですね、保険料の相談に行ってあまり相手がともかく払え払えって言われたんで保険証を突っ返してきた、こんなんもういらんわって突っ返したら、市役所の担当者が「いやそれは困る、ちゃんと持っててもらわないと困るんだ」って返した。だ国民の健康、住民の健康、命を守るための制度としてこの国保が存在していたというのは80年代の前半ぐらいまでは間違いなくそういう制度だったろうというふうに思います。ところが80年代からですね、特に90年代の構造改革の中でまさに政府にとって財政的なお荷物という形に変わってきた中で今日の攻撃が続いているというのが現状だというふうに思っています。で、問題提起の方でも強調させていただきましたように、今改めて各地で起こっている攻撃の土台に推進法があります。先ほどお配りした
この国民会議の4月22日の、資料のですね、基本的な考え方のところで、こう言ってます。いつでも好きなところでお金の心配をせずに求める医療を受けることができるという医療から、必要な時に適切な医療を適切な場所で最小の費用で受ける医療に変えるって言ってる。これは言葉ではなんかあれですけど、とんでもないことを示しています。この今読み上げた通りの医療制度改革が行われたら、本当に、今でも受けられない医療がますますというか、ほとんど受けられなくなる。まさに命の切り捨てにつながるというふうに思いますし、こうした切り替えの筆頭に国民健康保険の、都道府県単位化というのが、いわばこうした制度に変えていく道具として今や使われているというのが今日の状況だというふうに思いますので、断固推進法を廃止をさせていくという運動を大きくしながら、国保を一緒に守っていく、そんな取り組みを展開していきたいというふうに思っています。そしてもう一つ、途中発言の中でも紹介されましたけれども、最新の社保誌で全生連さんの生活実態調査からですね、具体的に深刻な事例を紹介させていただいています。この中でお一人だけ紹介しますと、H さんは仕事が減り、国保料の滞納額は50万円程度あります。1ヶ月の短期保険証で毎月相談しながら少しでも滞納額を減らそうと頑張ってきました。担当者が変わった途端に差し押さえの予告通知が届き、折しも振り込まれた賃金49万円が差し押さえられました。でこの結果、この方は余儀なく生活保護を受給するということになっています。それからもう一事例、先ほど報告になったミーレンの死亡事例調査の中で、これ84ページに載っていますけれども、48歳の男性、高校卒業後派遣の仕事を転々、2012年9月まで北陸の A 県で派遣の仕事をしていた。この時は健保組合、健康保険組合健保があったけれども、期間満了とともに終了。働いていた当時は寮費食費を引かれ月 1,2 万円程度の収入、そして期間満了でクビになって、収入もなく広島の実家に帰り、国保にも加入できず、苦痛を訴えて病院に担ぎ込まれた時には3時間半後に亡くなられている、この人にですね、自己責任、それはあんたの責任だと迫っているのが推進法であります。ですので、この根本を変えなくちゃいけないというふうに思っています。で、皆さんの発言でもう繰り返し確認されているこの国保の取り組みについての鉄則を確認しておきたいというふうに思います。地域に根を張って何が起きているのかをしっかりつかみ、知らせ、そして粘り強くというのがですね、私たちの運動だというふうに思います。で、問題提起でもさせていただいて、その後岸本さんの方からも報告がありました。以下4点ぐらいをですね、確実に各県社保協、地域社保協で進めていただきたいということで、その点をもう一回繰り返して確認をさせていただきますが、まず国保アンケート、もうすでに多くの県社保協で取り組んでおられますけれども、これを機会に全ての県でこのアンケートが取り組まれるように、まだ実施してないところでは早急の検討をお願いをしたいというふうに思います。それから問題提起で提起しました運営協議会、先ほどの議論の中でもいろいろ交わされました通り、やはりこの運営協議会がどういう審議をしているのかというのは非常に重要なポイントになってきますし、これから都道府県単位化を止めていく上でも、やっぱり自治体単位の運営協議会でこの問題についてしっかり論議をしていただくということも重要な課題になってくる。
まあ、そうした点からですね、運教 の, あの状況について、各県でしっかり掴んでいただきたいというふうに思っています。3つ目に44条の問題で、これはあの要項がきちっと整備されているかどうか、まあ、かなりの県社補強では掴んでおられますけれども、もう一度しっかり掴み直していただくということを進めていただくのと、発言でありました通り、相川さんの発言にありました通り、使える制度じゃないと困るわけで、やはりいかにしてこれを本当に使える制度にしていくかということをですね、繰り返し要請をしていくということが重要になるだろうというふうに思います。そして、その使える制度になる前提条件としてですね、やはり44条に基づく予算化を求めていく、きちっと市の予算の中に44条分のお金を確立させるということが必要になってくるというふうに思います。今日はありませんでしたけれども、前回の国保の交流集会の時に発言いただいた、姫路の取り組み、兵庫県の姫路市の取り組みの中では、予算があるからそれを使い切るまで44条の対象をちゃんと確保するというようなですね、自治体の取り組みも紹介されていましたし、これも今日は参加がありませんでしたけれども、福岡の北九州市では、2年半にわたる要請の結果ですね、今年の4月1日から、入院に限り、保険料の滞納があっても44条を適用するということが確認をされています。本来滞納は別問題のはずなんですけれども、各地の条項の中ではいわゆる官能条項というのがありまして、滞納しているとその制度が使えないという歯止めがかかっているというのがたくさんあると思いますので、これについてもなくしていく、やめさせていくという視点もですね、必要になるだろうというふうに思っています。それから4点目に最後に天下さんの方からご発言がありました、被災地のですね、医療費無料の復活を求めて、大いに皆さんのところからも大きな支援をお願いしたいというふうに思いますし、社協としても厚生労働省交渉をはじめとして運動を進めていきたい、そういうふうに思っております。あと差し押さえをめぐる問題で、大阪の寺内さんの方からご発言をいただきまして、問題提起でも触れました通り、ぜひ早めにこの検討会なり交流集会なり等々を企画をしていきたいというふうに考えています。そしてその企画の検討の中で、提起のありました差し押さえ110番について実施可能かどうかということも含めた検討を進めたいというふうに思っています。で、以上のような運動を進めていく上で、愛知県社保協でですね、こういう知っとくパンフというのを作っていただいて、でこれを今全国版に保険団体保団連さんの協力を得ながら全国版で使えるものにしました。お手元に配らせていただいたのは保険協会名になっていますけれども、今日ちょっと手違いで届くのが遅れちゃったんですけど、社保協版のものを作っておりますので、大いにこれの活用をお願いをしたいというふうに思っております。で、最後になりますが、冒頭井上代表委員の方から安倍内閣の暴走が続いているけれども、これを覆すエネルギーも生まれている、結構ひっくり返るのは早いんじゃないかというような挨拶がありました。私も間違いなくこの安倍の暴走でですね、物価の上昇をはじめ国民生活はどんどん苦しくなっていますし、それから何よりもこの推進法に基づく具体化が国民生活をこれから波状的に苦しめていくという状況が生まれています。生活保護の基準切り下げはまだ表示されていませんから、これ切り下げるなということで運動を進めていますけれども、予定通りでいけば8月から基準が切り下げられる、
ということになります。そして、生活保護の基準が切り下げられると来年の1月から4月にかけて、住民税や介護保険料や保育料やそれから就学援助の打ち切りなどですね、先日アクションの集会で、近藤さんという弁護士さんが資産を発表してくれましたけれども、これで影響を受ける子どもの数は228万人、それから高齢者、障害者で316万人、もの人たちがもうこの生活保護基準が下がったことで影響を受けるであろうという予測がされるということも言われています。そしてまた12月15日の年金の振り込みの時にはがっぷりと年金がカットされた年金が振り込まれるという日でありますので、国民の怒りは、どんどん高まるというふうに思っています。そして、何よりもその中で国公用の値上げ、あるいは国庫で医療にかかれないという問題はですね、真っ先に改善されなければならない課題ですので、引き続きの皆さん各地、全国各地でのご奮闘をお願いをしたい。そしてその成果をぜひ、中央社保協、5月の28、29に、年次総会を行いますので、こちらにも寄せていただけたらということを最後にお願いをいたしまして、本日の集会のまとめとさせていただきます。どうも今日は終日ありがとうございました。